楽天グループ楽天カード、楽天証券楽天証券株式会社は、インターネット専業の証券会社及び商品、取引員。Q、DLJ ディレクト SFG 証券。2019年3月末、総合口座数320万口座、預かり資産は5兆円を超える。海外 ETF も取り扱っている。楽天証券は2005年以降システム障害が多発した。 楽天証券内部で発生したシステム障害は、大小合わせて24件であり、外部との問題で発生した障害が19件、少なくとも合計43件のシステム障害が2005年以降発生している。ログインできない、などシステムが全く利用できない状態がたびたび発生するなど、大規模かつ深刻な影響をもたらした。取引機会の喪失により、 利用者が損害を被ったり、資産運用に支障をきたすなどの経済的損失を発生させた。2006年8月31日、ウィキペディア日本語版に掲載された、楽天証券の障害多発に関する一部の記述を、楽天証券の従業員が、社内から削除していたことが、証券関連のブログで指摘され、朝日新聞等で報じられた。楽天証券側も、 この事実を認めて関係した従業員を社内処分した上、謝罪した。楽天証券は取引システムとして2011年にオラクルの垂直統合型システムを導入し、2014年には処理能力を高めたシステムに移行した。2015年6月3日、不特定多数の顧客にお衣装を請求するトラブルが生じたと報じられた。楽天証券は、 人為的なミスとしてお詫びを掲載した。ありがとうございます。